皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりにアウトレットレイクタウンのストーブさんに行ってきたので最新情報をお届けしたいと思います。では早速スタート。できました。値上がり前にちょっと見てきます。はい、ご覧いただけたでしょうか。と先々週ぐらいに行った時は結構商品が少なかったんですけど、今日はだいぶ商品がまた入ってきていました。でご覧いただいたようにチェリーとレッドのシリーズが 40% オフになってました。で結構サイズも揃ってましたね。はい、そしてカンパールとバジルグリーンも結構また入ってきていて、でココテン10センチのチェリーとブラックと、あとオーバルの11センチかな、ブラックとかも入ってました。で私中間のね、中間というかちっちゃめの子がすごい欲しいっていう風に思ってるんですけれども、今日はなくってちょっと残念だったんですけど、なんかレイクタウンイオン系なのでイオンのポイントがすっごい溜まったので、それで買えたらいいなと思っていて、でストーブ来月から値上がりするので、イッタラさんもそうだったけど、ストーブも来月2月1日から価格改正するということでお値段が上がってしまうということで、何かあったらいいなって思ったんですけど、ちょっと残念ながらそうラウンドとかお鍋はね、持てないから欲しいなっていうふうに思っていて、持てないサイズが欲しいなと思ったんですけど、なかなかちょっとなかったので、でもちょっと実は1個買ってきたものがあるんですよ。はい、それはちょっとチラ見せしちゃうんですけど、じゃじゃーん、こちらを買ってきました。一体何でしょうか。なんとスケレット、グレーのスケレットが入っていて、でお店の人がすごいレアですよっていう風にまた言ってくれて、なかなか入ってこないですよ、人気ですよって言われて、でスケレットはロイヤルブルーを買ったばっかりだったので、ちょっと他にも欲しいと思ってチェリーが欲しいと思ってたんですよ。でもちょっと入ってなくて、でもグレーすごい人気ですよって言われたので、なんとこちらをじゃじゃーん買ってきちゃいました。スキレットね、すごく、ね、使いやすくてね、今ね夢中なので、年明けに届いて本当にすごいちょっとヘビロテしてるので、グレーを買ってきちゃいました。値上がりするっていうのと、あとポイントね、本当にポイント足りがたいですよね。なんかレイクタウンイオン系なので、イオンってすっごいポイント貯まるんですよね。キャッシュバックじゃなくてポイントバックとか言っていろいろで、ポイントでこれなんと買えました。でちょっと今日はチラ見せですけど、こちらのスケレットは開封動画、またゆっくり別動画で撮りたいと思うのでお楽しみにしててください。はい、でロイヤルブルーのスケレットでも料理とかね作ってるので、それもちょっとまた動画で上げたいと思います。ショートではねちょっとお料理動画ちょっと上げてるんですけど、はい、またおいおい
紹介をしたいと思います。今日はストーブレイクタウンアウトレットの最新情報をお届けしました。でちょっとチラ見せでスケート、はい、ご紹介しました。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。